おはようございます。それでは会見始めたいと思います。私から冒頭、いじめ問題について言及したいと思います。いじめ問題が極めて深刻でございます。苦しさから逃れようと自らの命を絶つ、そういう子どものことが報道されるたびに、私は大変胸を締め付けられるような思いでございます。でこういう問題が起きますと、どうしても責任論に終始しがちですけれども、やはりそれでは本質的な解決にはならないのではないかというふうに思います。大事なことは、すべての関係者、家族や地域、学校、教育委員会等、すべての関係者がやっぱりいじめに真正面から向き合ってきたのかどうかということが、私は非常に大事だと思います。ただ大津通信の今回の事件の今回のいじめの問題についてはですね、大津市の教育委員会の対応があまりにもずさんだと思いますし、責任感が欠如しているというふうに指摘せざるを得ないというふうに思っております。でこのいじめの問題については、多くの学校関係者がこれまで、一生懸命、取り組んで、いるわけでございますけれども、文科省の調査によりますと、2010年、いじめと認知された件数というのは小中高で7万8000件に上っておりまして、依然として増加傾向が変わっていないというのが現状でございます。第一義的にはやっぱり学校関係者が対応するわけですけれども、一方でその教員を取り巻く環境は極めて厳しいものがございまして、教育以外にですね、さまざまな仕事があって、それらに割く時間が極めて多いということで、あまりにも忙しいというのが現状でございます。やはり教員が一人一人の子どもとですね、丁寧に接することができるようにですね、例えば教員数の増加とかですね、やはり教員の環境というものをやはり改善していく必要があるということをまず第一番目に重要なこととして申し上げたいと思いますし、これまで公明党がですね、スクールカウンセラーを推進してきましたけれども、1万以上の学校でスクールカウンセラーが設置されておりますけれども、例えばそういうスクールカウンセラーなんかを充実していくということも一つの手立てではないかというふうに思っております。いずれにしてもこのいじめの問題というのはどこの学校でも起こり得ることでありますし、根が非常に深いと、簡単に解決できない問題でございます。文科省としてもですね、個々の事例を徹底的に検証して、やはりその対応策というものをしっかりと策定していくべきだと思いますし、党としても昨日このいじめ問題等検討プロジェクトを設置をいたしました。公明党としてもですね、この問題に本格的に取り組んでいきたいし、また提言もしたいというふうに考えております。私から以上です。自民党はですね、今日の総務会で選挙制度ゼロ増5減の法案をですね、決定する見通しなんですけれども、このゼロ増5減に対する改めての評価とですね、今後その委員会の審議が始まる見通しですけれども、修正の協議も含めてどのような審議を進めていくことが望ましいとお考えかお願いします。私どもはですね、一貫して一票の格差の是正と定数削減、選挙制度改革をですね、一体でやるべきということを主張してきました。
でその考え方は今も変わっておりません。まあ、そういう合意のもとにですね、各党間協議がこれまで積み重ねられてきて、まあ、最終的に幹事長レベルでの協議になったわけですけれども、まあ、合意が得られなかったというのは極めて残念だというふうに思っております。まあ、そういう中で民主党が与党の責任の上で民主党の法案を国会に提出をしたというのがこれまでの経緯でございますから、自民党がですね、定数削減をじゃなくて、一票の格差是正をですね、先行させるというのはこれまで各党協議会の中でもおっしゃってきたことでございますから、その法案を出すことについては我々はそれはやむを得ないというふうに思っています。ただ私どもとしてはやはりこの選挙制度改革を含めてですね、一票の格差是正と、定数削減は一体でやるべきであると、こういうふうに考えております。今後国会に法案が提出されればですね、当然臨戦特で議論が行われるということになると思いますので、その中で改めてですね、きちっとした議論というものをやって合意点を見出していくということは必要ではないかというふうに思っております。選挙制度ですから、やはりできるだけ多くの政党の合意を得るということは私は極めて重要だと思いますので、そういう方向で、国会の中で、議論をしていくべきであるというふうに考えております。現状では自民党が、まだ法案提出はしてないんですけども、自民党はもう民主党はもうその現状ではその成立の見通しは両方の法案立ってないわけですけども、公明党が例えばその調整に乗り出してどういうふうな案修正案を作っていくかという点に関して動く可能性というのはありますか。これは当然法案を、自民党が出しお出しになるという前提ですけれども、当然そういう複数の案が出ているわけですから、やっぱり臨戦特の現場でですね、合意を得るような努力というものは私は議会として当然やるべきだというふうに思っております。原発についてお尋ねしたいんですが、原子力について、はい、野田政権がエネルギー政策の見直しを行って、先月2030年時点での選択肢としては 0% か、15% かもしくは 20% か 25% 選択肢3つ示しましたが、幹事長としてはどれが一番望ましいとお考えか、一つともう一つは、今後も原発を増設していくべきかどうか、その3つについてお願いします。まず公明党はですね、原発政策についてはですね、原発に依存しない社会を目指すと、すなわち原発ゼロを目指すというのが基本的な考え方でございます。そのためには新規着工を認めないというのが党の方針でございますし、また再稼働につきても新しい規制組織が発足するわけですから、そこできちっとした基準を作って、その新しい基準に基づいて地域の理解を得て再稼働すべきであるというのは基本的な考え方でございます。その上で今政府が3つのパターンを示しているわけでございますけれども、そういう問題の提起の仕方自体がいいのかどうかということについても、党内でこれからいろいろ議論をしていかなければいけませんけれども、そういう前提の置き方自体がですね、いいのかどうかということについては私は疑問に思っております。核燃料のサイクルについても今政府は全量処理というのをしていますけど、対象としては全量処理が望ましいのか、何か併存がいいのかというのは、それはどうですか。従来から私は核燃料サイクルについてはですね、
まあ、それをこれまではまあ認めてきたわけですけれども、それの場合にもう全量処理というのは現実的には私はまあそれは現実的ではないというふうに考えてきた一人でございます。その上で核燃料サイクルについては党内でもこれからきちっとした議論をしなければいけないというふうに思っております。会長、はい、ちょっと関連になるんですけれども、毎週金曜日ですね、原発の反対デモというのが官邸の前で行われてまして、幹事長も東北地元ですのでいろいろと支持者の方の声も聞くこと多いと思うんですが、あいったその運動についてどのような印象を持たれていますか。私は今申し上げたように党の基本的な考え方というものはきちっと示してありますので、やはり政治の中、政治、我々も政治にかかっているわけですから、やはりそういう国会の論戦等を通じてですね、やはり私どもの考え方というものをきちっと理解をしていただくというのが基本だというふうに思っています。さまざまなそういう国民の声、さまざまな形でそれが表現されているわけで、例えば首相周辺のデモというものもありますし、あるいは各地におけるそういう集会というのもありますし、さまざまな形で国民の声というのは表現されているわけで、私どもはそういう声というものをやはり一つ一つ真摯に受け止めて、そしてそういう中で、党の政策というものを総合的に考えていくべきであるというふうに思っております。国民の声の一つの表現として、現れとして私どもとしてはやはり真摯に受け止めなければいけないと思っています。会長、少し関連するんですけれども、昨日原子力規制委員会の同意人事5人についてですね、はい、示されましたけれども、幹事長の受け止め党として賛否についてどのように考えますか。規制委員会の人事についてはですね、まずこの規制委員会自体が、自民、民主、公明3党で、合意をし、しかも事項案を元にしてですね、できた法律、その法律に基づいて、作る組織ですから、やはりその人選についてもですね、きちっと関わっていくべきであるというふうに、関わるといいますか、極めて重要であるというふうに思っております。で、昨日初めて提示がありましたので、これから党内で検討しますけれども、やはり一番大事なことはですね、それぞれ の人物がですね、新しい規制組織にふさわしいのかどうかということを、やはりきちっと責任を持って判断しなければいけないと思いますし、そういう意味でやはりもちろん過去の経緯、過去の発言というのはあるわけですけれども、現在そういう規制組織の、極めて重要な規制組織の、委員に就任をするということについて、今後のそういう安全規制の在り方についてどういう考えをお持ちなのか、そこはやはりきちっと聞くということがですね、私は大事じゃないかというふうに思っております。少なくとも委員長、極めて権限が強いわけですから、委員長の考えは聞かなければいけないと思いますし、できれば委員として今提案されております方々についてはですね、やはり一人一人きちっとした意見を聞くということが、ことをぜひやるべきではないかというふうに思っております。その上できちっと判断をしたいと、こういうことでございます。現在ですね、マイナンバー法案をめぐって、民事公3党での調整が続いていると思いますけれども、この法案についての公明党としてのスタンスを改めて。はい、マイナンバーについてはですね、私は従来からこれはやはり国民にとって極めて重要なインフラ、それは社会保障であれ税であれ、また今回 の東日本大震災でさまざまな支援処置を受けるということについてもですね、やはりそういうマイナンバーというものがあればですね、
もっとスムーズにですね、支援が受けられたといいますか、手続きができたというようなことも含めてですね、極めて重要なインフラであるという認識を持っております。したがってこの法律はですね、私は、きちっと成立をさせるべきであるというふうに思っておりまして、今3党間で、この修正の協議が行われているということは私は歓迎すべきことであるというふうに思っておりますし、できるだけ早く結論を得てですね、できればこれはプライバシーの問題等ありますから、問題も様々あるんで、やはり慎重な審議というのはこれは必要だし、やはり国民の理解を得るという意味でもですね、国会できちっと審議をすると、慎重に審議をするということがもちろん前提ですけれども、ぜひ、法律の成立を期して、いくというのが基本的な考えでございます。幹事長すみません、政治と離れるんですけども、今オリンピックの関連で今日開幕しますが、日本代表のサッカーがですね、世界ランク1位のスペインを破るという快挙を起こったんですけども、それは私も12時半まで見ててだいぶ興奮しましたけれども、非常に感激しました。やっぱり見ててですね、団結の力、それからやっぱり選手一人一人のですね、やはり日本という国を背負って、勝とうという、こう執念がですね、こうそれがこう随所に出てた素晴らしい試合であったというふうに思っております。なでしこ女子から男子、オリンピックの最初の種目を勝利でスタートできたというのはですね、今後 のオリンピックの、日本選手の活躍に大きな刺激になったんじゃないかと、期待ができるんじゃないかというふうに思っております。じゃあよろしくお願いします。